皆さんこんばんは、やすさんです。今日はですね、なんとものすごい美顔器を提供していただいたということで、ただいまからご紹介させていただきたいと思います。それでは早速開封してまいりたいと思います。さあ、それではですね、開けてまいりたいと思います。これね、なかなか硬くて梱包してますね。開けるのが大変です。はい、今日紹介する商品はこちらでございます。ロッククリーンの美顔器でございます。箱から開けてみました。購入商品でございます。それではご説明させていただきたいと思います。こちらの商品はですね、 USB ケーブルで充電して手軽に持ち運びが可能でございます。使用方法としましては、洗顔後に角質が柔らかくなった状態で化粧水や水で濡らしたところに美顔器を当てて汚れを出すというような感じでございます。でですね、この美顔器すごいところが5つのモードがございます。まず1つがウォーターピーリングモード、2つ目がクレンジング洗顔モード、3つ目が保湿美顔モード、4つ目がバッティングモード、そして最後にリフティングモード。以上5つのモードがございます。じゃあ早速ですね、使ってみたいと思います。じゃあ早速ね、手に持ってみましょう。はい、非常に軽いです。ちょっとね、こういうね、なんて言うんでしょう、こういう柄なので字とかがね書いてるんですけどね、ちょっと若干見にくいですね。はい、まあ、ちょっとこれ後で使ってみます。で、なんかここ開けると、はい、こういうような感じになっています。ウォーターピーリングモードで、まあ、どれだけ汚れが取れるかを取ってまいりたいと思います。じゃあ電源入れてみますね。で、一回押すと、これでウォーターピーリングモードになってんのかな。さあ、それではですね、顔に化粧水も塗ってみました。今からウォーターピーリングモードで顔の汚れを取ってまいりたいと思います。例えば心地よいね、振動がね、ありますね。ちょっとメガネ取ってみようかな。おお、ブルブルと振動がきますね。鼻はどうしたらいいんかな。はい、汚れてるの見えますかね。ああ、ちょっとピントが合ってないかな。はい、結構ね、汚れが取れてます。はい、今回はですね、こちらの美顔器を試してみました。私やすさんもですね、こういった美顔器は使ったことなかったんですが、今回ですね、使ってみて美顔にも少し興味が湧いてきました。またね、引き続き使ってる様子を動画にしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。気になった方ですね、下に概要欄ね、
貼っておきますので、よろしくお願いいたします。それでは本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。やっさんでした。失礼いたします。